ドラえもんの秘密道具で欲しいものをベスト3形式で順番に発表してください。第3位はグルメテーブル掛けです。このグルメテーブル掛けはテーブル掛けみたいなのを敷いてその状態でこれを食べたいって念じたらそれがちゃんと出てくるっていうものなんですけど、料理する手間が省けて、かついろんな食べ物がすぐ食べれるならすごくいいなぁと思って第3位です。第2位、もしもボックス。これは有名な道具だと思うんですけど、例えば私が社長さんだったらとか、私が総理大臣だったらみたいなのを一回経験してみたいって思います。めちゃめちゃいろんなことをしてみたい。第1位、どこでもドア。旅行とかそれこそ海外旅行とか絶対何時間もかけなきゃいけないようなところに一瞬で行けるのは魅力的だなって思います。遠いところにいる友人とかにも会いたい時に会えるのがいいなと思います。経験した人の中で変態さんはいましたか？一人足フェチさんがいました。その方は足の匂いが臭ければ臭いほど興奮するっていう方だったので、一日ブーツ履きっぱなしでいっぱい歩くようなデートをして、その日は足の匂いを堪能してもらいました。一日のエッチの最高回数記録を教えてください。7回です。